の国ナナトイミックスルーの進行作業です。お疲れ様です。お疲れ様です。先輩、今日は何でしょうか。今日はクラッチです、ね、クラッチを長持ちさせる秘訣についてね、説明していきたいなと思います。というのもうちの会社でも、はい、ここ 1,2 年でクラッチに関するトラブルとかね、故障っていうのが 2,3 件あったりして、はい、でその度にね、まあ、修理に出してたりしてる。クラッチ乗り手の運転操作の仕方によって、はいはい、あの100万キロ乗っても壊れない人もいれば、うんうん、新車入れたてでもうすぐねダメにしてしまうっていうね、もう結構ばらつきがあるんですよね。あ、そうなんですか。クラッチって故障すると大体どれぐらい費用かかるもんなんですか。今日はねそのあたりもね、特別に先生をねちょっとお呼びしました。よろしくお願いします。はい、あ、すいません、あのお忙しい中。クラッチって一回壊れるとどれぐらいかかるもんなんですか。ナナトイミックスルーの場合でしたら、はい、壊れ具合によってはそのあたり変動があるんですけど、最大でまあ40万ぐらいはかかるかなと。あ、そんな行くんですか。はい、いや、これはちょっと勉強して僕も長持ちさせないと勉強したいです、これ。はい、ではね、今日まあ先生も来られたということで、こういうやり方しちゃダメだよっていうね、あのクラッチのつなげ方解説していただこうと思います。はい、まずどんな操作がダメですかね。はい、まずは急な操作ですね。地をまあ踏んで、まあ、切った状態でギアチェンジをした後ですね、その後こう離すと、このギアバーンってつなげたりとか、はい、するときはもう伝達をすぐしたいっていう人はいるかもしれないですけど、普通の運転ではね、こういう操作はしないですね。ちなみにこの急な操作がダメな理由について先生。そうですね、まあ、急な操作をすることによってクラッチの内部の部品がね、破損を招いたりしますのでね、できるだけまあ丁寧にスッとつないでいただくのが理想かなと思っております。ゆっくりな、まあ、クラッチ操作ですね。クラッチは滑らかにショックないようなつなぎ方が理想です。まあイメージとしてはですね、スーッと半クラ、スーッと全部つなぐ、はい、2段階のイメージですかね。1回踏んだ状態から、まあ、半クラの状態にしてつなぐと、まあ、こうさっきね先生言われたように2段階、まあ、イメージとしては2段階、ただこれが慣れてくればもうスーッと流れるような。でこの2段階の時にもしねギアをね誤っていても、この段階で気づくんですよね。ギアがあこれ違うなと思えば、またさらに踏んでギアを正しいギアにしてまたつなぎ直すと。ダメ。はい、そして続いてはですね、足をクラッチペダルに乗せたままの運転ですね。乗せちゃってる感じですね。思いっきり踏んではないんだけども、はい、遊びの部分に足を乗せてるっていう形ですかね。なんでこれダメなんですか。そうですね、半クラッチっていう現象をね起こす可能性がありますので、できればギア入れた終わった後はフットレストに左足は戻していただけたらと思いますね。すでに半クラッチだと何がダメなんですか。これも構造のお話になるんですけど、半クラッチになりますとクラッチディスクというものがあるんですけどね、これが熱を持ってね損する恐れがありますので、ね、そういったことはできるだけ避けていただきたいと。これを癖にしてる運転手いますよね、多分こういうなんかこう運転中もなんかおっさんの判断に対応しようとしてるのか、なんか常になんかこう軽く乗せてる運転手結構横乗り検視の時でもね見るんですけど、そういう時はね必ずこう横にあるドレストに乗せて運転すると。ずっとペダルに置いとく方が操作的にはね楽なのかもしれないんですけど、クラッチのね摩耗とか車のことを考えますと、ギアを入れた後は必ず左足はフットレストに戻していただくのがいいですね。はい、そして3つ目なんですが、フロアマット二重ですとか、マットそのものを純正品でない場合っていうのが危険ですね。かかとの部分がねこう引っかかったりして、はい、うまいことこうクラッチが操作がこうしづらいと挟まってしまうっていうこともありますので、場合によってはクラッチを踏んでいるんでしょうけども、物が引っかかった状態になりまして見切れていない、まあ半クラッチの状態のような状態が出てしまうということですね。フロアマットはですね、クラッチ操作がね正確にできない恐れがありますのでね、純正品を正しくね使用していただきたいと思います。はい、半クラッチの状態を作る可能性がありますのでね。で続いてはですね、坂道の発進ですね。坂道止まって発進することが多々あるとは思うんですけど、高いギアでの坂道発進、そういったのもクラッチには良くないですね。ここにねシフトパターンがあると思うんですけれども、高い位置というと多分ね3速であったらもうすでにもう
こう高いかなと。これ今これが3速なんですけど、この状態で坂道発進すると負担が大きいですね。やはり車負荷がかかってますので、高いギアで発進することが、まあエンジンの力の問題もあるんですけど、車が前に進まないんですよ。ハンクラがね増えてしまって、そういったことでクラッチを痛めてしまうということになりますね。坂道や発進時にはできるだけ低いギアを使用していただいて発進していただけたらと思います。通常はだいたいトラック2速ですよね、発進は。そうですね、荷物を積んでなければ。ただし、荷物積んでいたりちょっと坂道であったりという場合では1速ですね。ただぬかるみの時とかも1速でと、ね、じわっと行ったりということでしょうね。そうですね。続いては信号待ちなどで車が止まった時です。そういった時にクラッチペダルを踏んだままで待たれる。ギアを入れた状態、スタートの準備をした状態でずっと信号待ちしてると、クラッチが繋がってないんで、エンジンの回転が繋がらないので、止まってる状態。これなんでダメなんですか？はい、これも内部の構造の話なんですけど、まあ、中に回転する部品が入ってるんですけども、クラッチを踏んだ状態です。その部品にずっと負荷がかかった状態になりますので、その部品の寿命を縮める結果になってしまいますね。クラッチペダルを踏みっぱなしになりますと、構造上ねベアリングというものが壊れる可能性がありますので、止まった時はギアをニュートラルにしていただいて、クラッチペダルから足を下ろし、フットレストへね収めていただけたらと思います。続いては運転姿勢ですね。シート下げてっていう運転をされる方いらっしゃると思います。シート下げすぎますと足の長さもいろいろあるとは思うんですけど、クラッチペダルがね奥まで踏み込めない状態、はい、まあ半クラッチですね、そういった状態になりますのでね、きちんと踏める位置にシートを合わせていただいて、そうですね、背もたれを起こしていただいて、はい、きちんと踏める位置ですね、奥まで踏めてるかどうか確認していただくと、はい、まあ半クラッチの状態が続いたとしても構造上ギアが入ってしまいますね。ですけども必ず奥まで踏み込んでいただける姿勢っていうのが理想ですね。ギアを入れた後はですね、左手はもうハンドルへ戻していただくのがいいですね。かしこまりました。勉強になりました、はい、クラッチっていや、あんな風に操作しなきゃいけなかったんですね。そうですよね、まあ、運転するのにクラッチ操作もう普通にやってるんでね、これ人によって癖が違うんでね。いや僕もこの6個の注意点を守って、もう100万キロ200万キロでもギアが壊れないような走りを心がけます。そうですね、ちなみにですね、ドライバーがこれクラッチおかしいんじゃないかなっていう、はい、その気づく点っていうところで何かこうアドバイスがあれば先生何かありますかね。そうですね、日頃からクラッチペダルを踏んだ時に軽いのか重いのか、つながり方が下なのか上なのか、ちょっとおかしいなと思うんであれば点検に出していただけたらと思いますね。早い段階で分かればもうその段階でねすぐ点検。あまりに放置しておくとですね、虫歯と同じで費用もかかってしまいますしね、あと修理する時間も長くなってしまってね、皆さんお車は使えなくなることが増えてしまいますのでね、早い段階で点検していただけたらと思いますね。ということで今日の動画いかがだったでしょうか。はい、ためになったということでありましたら、グッドボタンね、あとチャンネル登録よろしくお願いします。あとツイッターの方もねやってますので、そちらの方もねフォローよろしく。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。さよなら。本日もご視聴ありがとうございました。新興産業では今後も新人ドライバーのための研修動画を作成していきます。ぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。